半間岩尾先生の、バイナリーオプションです。2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になりまして、1億円近く投資しておりました。そんなわけでね、今回は半間岩尾先生の、インジケーターの紹介ですね。こちらにね、2行目が 100% の、ね、あの勝率が、これも 100%、100%、100%、100% の、シグナルだけを投資しようということでね、ちょっと分析しております。先週から4勝1敗ですね。 100% でも、1週間前から現在までの分析は正確に 100% が出る、ね、シグナルは見つけ出してるんですけども、今後は同じになるとは限りません。そんなわけで2週間目で、先週は2勝、今週は2勝1敗ですね。計4勝1敗の成績です。左右にね、コンピューター、あともう1個、全部でコンピューター4台動かしてます。で、携帯電話がまた使っておりまして5台ですね。それでもう1台6台7台そんな携帯がね、3台4台ね、スマホね。そんなことで監視しながら仕事しております。で、これ 100% で10連勝ですね。10個っていうのがあります。これ4連勝3連勝3連勝これ11連勝ですね。これ優秀ですね。ちょっと私の顔しましょう、ね。で、こうですね。もうそうしたらね、ライブ投資もしますからね。しばらくお待ちしてください。それで、まあ勝率 100% のだけに投資するんで、収入2、3回が限界ですね。ここでは3回、4回、10回、11回、3回って出てるんですけどね、1週間前からね。土日も入ってますからね。と、投資時間外がありますから、5時ぐらいから9時ぐらいの間ですね。で、これですね。夜中ですね。で、上は現在の勝率と平均ピップ数ですね、利益のね。15分バイナリーオプションですね、これはね。今調整してたんですけどね。で、分析は 100% 以上で分析してくださいよと命令出してます。それで分析は50ピップス以上、平均ピップスは50ピップス以上にしてくださいよっていう指示を出してます。最大シグナル数は3個以上にしてで分析させてくださいよっていうことをやってます。これは5分足で300ライン表示してますね。そのうちの 90% ですね、分析はそうなってます。
ご覧分析ないから、ねえ、消しちゃってもいいんですけどね。ではこちらの絵見てみましょうかね。こういう具合ですね。まだ分析探してますからね。これ探してるんですね。3個以上はね、5つしか出てないんですね。3個ですね。10個、4個、3個ですね。だいたいこの半分ぐらいしか出てこないですね、シグナルは。だから3、14、24、28、31個ぐらいですかね。31個のところは15個ぐらいですか。あ、15個ぐらい出たらいいですけどね。そんな出てないね。そう思ったんだけど、半分は出ると思ったんだけどね。出てこないですね、そんなシグナル。1週間でね。表示出てきましたね、これね。これシグナルがもう出しますよっていうことでね、出てきました。3回の平均 68.3 ピップスですね。平均のピップス結構大きいからね、打ちやすいような感じでね、あるとは思わないし、しかしあった方がね、平均でこれだけあるということだね。あ、これも出てきた。これもシグナルね。もう白文字になったんで、出てくるわけですよね。これね、101%、これ1はね、ちょっと関係ないんですよ。これをね、これはある100万ぐらいで割って足してるんですね。パーセンテージで分析するときにね、このピップスが多いのが有利なんで少し足してるんです。一つの数字の文字でね、この、判断が全部取れるんで、ね、それと投資もプラスにね、点数に入れて、少し 0.001 ぐらい入れてるんですよ。来週から投資しようかな。来週からね、ちょっと投資してみようかな。1000円ぐらいですね。サービスくれないとね。
これは出てこないですね。まあそんなことでね、だいぶ調整してきました。